めめしくては、ゴールデンボンバーの7枚目のシングル。2009年10月21日に、スクーデリア・ユークリッドから発売された。2013年度著作権使用料の分配額が、国内最多となったことにより、2014年、ジャスラック賞を受賞する。2011年3月に、ユークリッドエージェンシー社長が、CM 制作者と知人だったことから、ハウス食品。 メガシャキの CM ソングに変え歌、眠たくてが起用され、こちらの楽曲は後述の両英面シングルに収録されている。本校では2011年8月24日発売された、めめしくて、眠たくてについても記す。音楽番組のスペシャル放送では数多く披露している。年末の大型音楽番組である。 NHK 紅白歌合戦では2012年から2015年まで4年連続で歌唱され、ミュージックステーションスーパーライブにおいても2013年から8年連続で歌唱している。キリウインは2018年のインタビューでヒット曲の制作自体が難しいが、この曲がヒットしたことでテレビへの出演や音楽イベント、コマーシャルへの参加につながったと分析している。また、 バンドの代表作として歌う依頼が来ることが多いとも、述べている。イミテーションゴールド金箔の名曲2番絞りの、制作で制約を課されていた後の休暇に、自分が作りたいものを詰め込んだものであることを、キリュインはインタビューで述べている。ただ、あくまで他の曲と同じように大事な曲の一つである、ことも合わせて述べている。キリュインの体験談をそのまま歌詞に起用した。 ブラスアレンジはサザンオールスターズのニオイ・エン・ザ・ナイト・クラブを参考にしている。プロモーションビデオは神奈川県横浜市に立地するバー、バー・スターダストで撮影された。プロモーションビデオの撮影場所である神奈川県横浜市の横浜の米軍基地近くのバー、バー・スターダストはアレンジの元となったニオイ・エンのプロモーションビデオ撮影にも使用されている。 中国の盗作問題を受けてという名目のジョークとして、女人気という中国語バージョンを自ら制作してニコニコ動画にアップロードしている。他のミュージシャンによるカバーでは、2014年に女性ボーカルグループリトル・グリー・モンスターがデビューアルバムリトル・グリー・モンスターでカバーしている。また2019年1月18日放送のテレビ、朝日系。 ミュージックステーション2時間スペシャルでも同グループがカバー歌唱した。音楽作家の無敵ベッドスネークは自身の連載にいて、めめしくては昭和の歌謡曲の影響が見て取れるとして、サビのパートに大黒巻き、熱くなれやカリウド、あずさ2号、また他の歌謡曲を連想すると述べている。一方で、サビ前半部分のコード進行やメロディの構築は、 ユーロビートの特徴を出しており、また、楽曲のサウンドは、ビジュアル系の楽曲に見られるものと指摘している。また、ヒットの理由について無敵デッドスネークはこの楽曲が、ゴールデンボンバーの、ビジュアル系、エアーバンドというコンセプトやメンバーの親しみやすい、キャラクターとの親和性からヒットしたと分析している。コナミの音楽ゲーム、ユビート、リフレクビート、ダンス、ダンスレボリューション、 ポップンミュージック、ダンス、エボリューションアーケード、ギターフリークス、ドラムニア、及びバンダイナムコゲームスの太鼓の達人、セガのマイマイ、対等のグルーブコースターにいずれも原曲で収録されている。未来ダ楽器。ダンスエボリューションにおいては振り付けを行った、歌広場厚の動きを、モーションキャプチャーした譜面が使用された。カラオケで歌われる曲の上位に名を連ねており、 1> 第1交渉の2012年年間、カラオケリクエストランキングで、第3位、ジョイサウンドの年間ランキングでは、第2位だった。また、2012年9月から2013年5月まで、ジョイサウンドの月間ランキングで1位を保持し続ける。なお、8月13日に、グレンの弓矢のフルサイズ版の配信及び、同曲のダムへの配信開始の影響による分散が、きっかけでダッシュしている。 ちなみに、ダムの月間ランキング1位は継続している。オリコン週間カラオケランキングでは、2012年8月27日付けチャートで、初の首位となり、翌週付けでは、ゆず、栄光の佳境に首位を譲ったものの、続く9月10日付けチャートから2013年8月26日付けチャートまで51週連続の首位を獲得。それまで、AKB48、 ヘビーローテーションが持っていた同チャートの連続首位獲得周数記録48週を塗り替え、歴代1位となる新記録を樹立した。富士テレビ系、クイズ30団結せよ。にて、30人でレッツダンス。ゴールデンナンバークイズ。めめしくての挿入曲として使われた。全曲作詞、作曲、気流印象めめしくてかっこいいな英語って君がいない。 間にめめしくてかっこいいな英語って君がいない間に、めめしくて、眠たくては、ゴールデンボンバーの11枚目のシングル。2011年8月24日に、スクーデリア・ユークリッドから発売された。発売から2011年度の12月31日までの、期間限定生産。表題曲の一曲である、めめしくては、前期にあるように2009年に発表されているが、 初 CM タイアップ記念版として発売され、楽曲のアレンジに変更はない。ユークリッドエージェンシー代表取締役の木村、俊彦が、めめしくてを気に入っており、諦めきれなかったことから、ハウス食品、メガシャキのタイアップに取り上げようとした。しかし、めめしくての替え歌であれば、既存曲としてジャスラックによる楽曲の著作権。 使用量が発生するため、A メロ B メロが異なるものとなるよう制作したと、木村は2013年のインタビューで振り返っている。もう一曲の表題曲、眠たくては、めめしくてを元に歌詞替えやラップが追加された楽曲になっており、ボーカルの気流意味く、30分で作り上げた曲と語っている。またギターソロは、ギター担当の木谷武が実際に演奏している。 収録曲、めめしくて韓国語バージョンマイナスは、事務所が、韓国でもバンドを広めたいという思いから制作され、所属事務所の社員で韓国語を話せる人に仮歌を入れてもらい、覚えた曲だったと言われる。今作は、初回限定版、AB と通常版の3形態で発売され、初回限定版は DVD が同梱され、カードジャケットがランダムに封入されている。また、 通常版には CD エクストラと収録曲のインストゥルメンタルが収録されているほか、ブックレットも付属している。このシングルの発売と同日に、コナミの iPad、iPhone、iPod タッチ向け、アプリ、ユビートプラスに、めめしくて、眠たくておよび、ウルトラファントム、ザブイ系っぽい曲を収録した、楽曲集、ゴールデンボンバーパックが配信された。全曲作詞、 作曲、気流印象。編曲、気流印象。達尾名義めめしくて、4時9分眠たくて、3時55分、めめしくて韓国語バージョン。4時9分今夜も、眠れない。3時38分めめしくて、4時9分、眠たくて、3時55分めめしくて韓国語。ポップバージョン、4時9分今夜も眠れない。3時38分、初回限定版 A、めめしくて。 K-POP バージョン -PV、めめしくて、K-POP バージョン -PV メイキング映像、眠たくて、本人出演 CM 木あたけ、歌広場バージョン。ライブ映像ライブ CC レモンホールボリューム1初回、限定版 B、めめしくて、ザヒストリーライブ PV、眠たくて、本人出演 CM きりゅういソンビッシュバージョン、眠たくて、本人出演 CM。 メイキング映像ライブ映像ライブ CC レモンホール、ボリューム22時は、眠たくて、本人出演 CM ライブ映像、めめしくて、ライブ CC レモンホールシンガーソングライターの、宝部良二が2020年に、自粛してと題した替え歌を発表した。コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた、外出自粛を歌にしたものである。この替え歌は気流院によってカバーされた。 この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。めめしくて、眠たくてに関するカテゴリ、眠たくてに関するカテゴリ。ありがとうございます。